マックス・バールブルク、1904年、マックス・マウリッツ・バールブルクは、ドイツの銀行家である。民間銀行、MM ・バールブルク &COO の取締役を務めた。彼は、ハンブルクで、バールブルク家に生まれた。アブラハム・エム・バールブルク、ポール・エム・バールブルク、フェリックス・エム・バールブルクは兄弟である。第一次世界大戦の間、彼は、皇帝・ウィルヘルム2世の顧問を務め、 ベルサイユ条約の交渉でドイツの代表団に参加した。1924年、彼は空伝報復アレルギー伯爵のパニオーロッパ運動に6万、金マルクを提供した。バールブルクは熱烈なドイツ愛国者で、彼はユダヤであるという事実にもかかわらず、1933年以降のドイツに残ることを選択した。 1933年から1938年までドイツ帝国銀行の役員を務めたが、彼は彼の銀行の売却と米国移住を余儀なくされ、1946年に死去した。ありがとうございます。